新たな進化を求めて光の巨人の力を求めた科学者マサク・ケイゴ。しかし彼の人としての強すぎる野心は巨人の力を制御できず、イービル・ティガとなって暴走を始めた。イービル・ティガから人々を守るのだ。神戸の港にペダン星人の送り込んだスーパーロボットが現れた。その特殊合金でできた装甲はセブンといえども破れない。新兵器ライトン R30 が到着するまで神戸港が破壊されるのを防ぐのだ。
完成したライトン R30 爆弾を載せたポインターが神戸の港に走り込んできた。成功。山中に謎の巨大な目が出現した。戦闘機のミサイルを吸収し、目は謎のまま消えてしまった。数日後、体を持った怪獣眼球として謎の目は再び現れた。潜伏していた間、吸収したミサイルで体を形作っていたのだ。眼球を倒せ。完成したライトン R30 爆弾を載せたポインターが神戸の港に走り込んできた。